飲みますコーヒー、はい、昼休憩だから。あ、そうですね、はい、あ、ここでいいですか。はい、休憩中はいつもコーヒー飲んでるのね。そうですね、まあほっと一息、はい、ついてます。はい、一口飲んでもらっていいですか。やっぱこれを楽しみに僕人間してますから。いや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 、本当にホットコーヒーだ。はい、行きますか。はい、行きましょう。こちら、宮崎キャンプで一番楽しみにしていることは何ですか。由美ちゃん、はい、8歳です。まあ鳥ですね。いや、鳥なんですか。やっぱ宮崎といえば鳥ということで、はい、まあ、美味しいじゃないですか。はい、美味しい。なんでそれ結構楽しみですね、僕は。結構どのぐらい食べるんですか。毎日3話ぐらい。3話ぐらい。多分キャンプ期間で3話ぐらい。多分合計したらですね。合計したら3話ぐらい食べてます。ちなみにどの料理が好きなんですか。やっぱあれでしょ、炭火焼き。お、うん、あれ一番鉄板というかうまいです。さあ、続いての質問、はい、こちらです。はい、どうしてもサインが欲しいです、はい、コツはありますか、蒼太くん。そう、キャンプ期間繰り広げられる熾烈なサイン争奪戦。帰り際のギータ先生が現れようものなら。そんな中、サインをゲットできるファンはごくごくわずか。もはや諦めるしかないのか、それともサインをゲットできるコツがあるのか、教えてギータ先生。コツありますよ。もう泣きながら、もうマジでもう今日もらわんと、もうマジでもう絶対帰らん、もうって言ってパーンって座って地面にもうダダこんでて足バタバタして、もう絶対帰らんって言ったら書きます。書きます。お母さんとかお父さんもやめなさいって言うぐらいやったら、さすがに間違いないでしょ。わざと泣いてもいいんで、はい、やっぱそういうので、あの、何ですか、演技力が出て俳優とかそういう道にね、行けるかもしれないじゃないですか。成長してほしい。そうですね、はい、無限の可能性ありますから子供は。はい。